パデータベース、エキベース社。ズ、オツ、999名前、こんな7市では、どうしよう。エンジェルダスト、買った。カリフォルニアクローム、20時間以上のフライトを終えて無事名壇に到着。これからじっくり調整して3月初めのマクツームチャレンジさんから本番。アメリカケンタッキー州にある高老馬の老後施設オールドフレンズから出荷、幸い怪我馬はいなかった。ストームフラッグフライング出産中に坊さん駒の牝馬は無事。クレーボーン不運続きだな。ストームフラッグフライングって3コマ全然走ってねえんだよな。 BC4 世代制覇はまだ可能性残ってるのか。3コマが出走まで至ってないってことか。ストームフラッグフライングは夢のあるラインなのにな。3コマが走っていないというのは悲しいね。ザ・ピッツァマンはサンマルコスからドバイ・シーマクラシックへ。メリケン調教の芝馬が海外へ売って出て結果出した事例って最近記憶にない。玉なしか。そういや敬愛がストームキャット×ミスプロ×パーソナルエンスンの牝馬買ってたな。ディープの嫁さんかな。ディープ×ストームキャットはもちろん、ダマスカスも相性がいいから少なくとも OP レベルのシワだそうだな。ディサイファがドバイのターフかカップ行くみたいだけど、殿下の持ち馬で路線かぶりそうな馬いる。ワールドカップのフロステッド。ディサイファがドバイは高望み、素直にレベル低い OG に行けばいいのに、ブトは調べ教師となってから強気と無謀を勘違いしてることがしばしば見られる。ディサイファは反省して大ごとに使ってるじゃん。だから7歳でも結果も出せてる。来年で定年のドバイはブトの最後なんだから、最後にわがまま聞かせてやろ。ディサイファは殿下の持ち馬だからそりゃあ見せたいでしょ。殿下に恥をかかせる気か。21金量での故障増加は続説。オズチェッカーによれば UAE ダービーの一番人気って牝馬なんだな。1000ギニートライアルをものすごい勝ち方したポアルリバーかい。やり玉に上がってるのはまだ地元馬とラニぐらいしかいないけどね。暮れの初め戦で3歳以上相手の未勝利がレコードにちょい足りないぐらいだったしな。21ローレルはサンクルーで故障したと思うよ。マンカフェも G 前に F くらいで筋伸ばしたかな。サンクルーって誰と勘違いしてんだ。ケンタッキーダービーはあと何年 UAE ダービーのことを待ってくれるんだろう。このままじゃ指定競争から外せって圧力怖くなりそう。ポアルリバー32-2000ギニートライアルのタイムより1秒以上早かった。1977から2015年140フランケル139138ダンシングブレイブ137パントレセレブル136シャーガジェ2015年115ポンド以上304頭実頭数1位米国63頭2位英国52頭3位日本43頭2012年の35頭を。今週は海軍とダビッグホスの対決。35レイポスも P になったな。レーシングポストがなんで出てくるんだろうな。日本